東京都千代田区。今もなおカードショップが増え続けている街、秋葉原に問題を抱えたオタクがいました。順。彼が抱える問題、それは、ポケモンジャパンチャンピオンシップスというポケモンカードの日本一を決める大会に向け、あらゆるデッキを作成していた順さん。ストレージの中にカードを直すということをしない彼のカードたちは、冬に差し掛かっている季節の猛威にさらされていました。高い湿度によって見るも無残な谷ぞりをしてしまっていたカードたち、土壌すくいに使われるザルといっても遜色ないほどにまで変形していました。こんなカードで対戦をしようものならシャッフルの時点でジャッジ切るしかねません。そんな切なる願いを受け、一人の男が立ち上がりました。リフォームの匠、ソリ直したかし。無心で永遠とマシンガンシャッフルをするソリ直したかし、そんな彼を人はマシンガンのゴンゲと呼びます。今回ジュンさんが用意した予算は220円。マシンガンのゴンゲ、ソリ直しの挑戦が今始まります。リフォーム当日、100円ショップでタッパーと乾燥剤を購入してきた匠、その乾燥剤を開封するや否や、沿っているカードたちとミルフィーユのように何層にも重ね、それらをタッパーの中に入れて蓋を閉じました。あとはこれを丸1日放置するだけだと言います。一体これで何が起こるのでしょうか。湿気によって反りすぎていたカードたちのリフォーム、その全貌をご覧いただきましょう。反りすぎて組体操のピラミッドのようになっていたカードたちは、なんということでしょう。すべて反りが直り、平坦なまっすぐとしたカードに姿を変えました。シャッフルが思うようにできなかったカードたちも、匠の加工によってスムーズにシャッフルができるようになりました。匠の努力により、リフォーム費用もなんとか予算内に収まりました。匠の飽くなき挑戦はまだまだ続きます。次はもしかしたらあなたのカードをリフォームしに来るかもしれません。